ありがとうございます。私どものデータベースは先ほどの先生の使われたデータベース、まれな変異を中心とした、まあ、希少疾患あるいは遺伝病という疾患の、まあ、研究のためのデータベースというよりもどちらかというとコモンディジーズ、頻度の高い退院死疾患ですよね。そういう疾患の、まあ、遺伝要因の探索研究に役立つものだというふうに思っておりますが、ご紹介したいと思います。東京大東大附属病院辻先生、それから国立遺伝学研究所井上先生、それから日立製作所の小池先生を中心とするグループで共同研究をしております。ゲノムワイドなスニッピタイピングと次世代シーケンサー技術の向上と、まあ、これ繰り返すまでもないんですが、どんどんいろんな遺伝子、いろんな疾患に関する遺伝子が見つかっている、さらにさまざまな薬剤に対するの応答性に対する遺伝子変異も分かってくるという状況にあるわけですけれども、こういったデータ、その探索の過程で出てきたデータをとにかく管理して保存すると、そして研究者間で共有することが非常に強く求められているということです。現時点で分からなくても、いずれそういうデータが増えてくること、蓄積されてくることによって、また新しい解析法が開発されることによって、どんどんいろんな意味でのいろんな角度でのですね、ここに書いてあるようなさまざまな視点からの新しい知見が出てくるだろうというふうに考えるわけです。で、海外のデータベース、まあ、私どもと比較にならないぐらい大規模なデータベースが、アメリカで、特に私たちのデータベースに比較的近いもの DBGAP、 ヨーロッパでは EGA、 こういったデータベースがあります。あるいはもう少し分かりやすく、GenFEN、こういったデータベースがあります。規模が正直なところまだまだ我々私たちのデータベースは届かないといいますか、小さいものですけどもご紹介したいと思います。その他に先ほどのお話にも関係するような HGMD、 あるいはクリンバー、こういあるいは LD、 ローカススペシフィックなデータベース、これ比較的稀な変異が特に、それからその臨床的な意味というのが登録されているデータベースがありますし、がん関係のデータベースが非常に、特に体細胞の突然変異を収録したデータベースもいろいろあるという状況です。で、私たちのデータベースはどちらかというとその退院死疾患向けのデータベースというふうに言えるかと思います。もちろん次世代シーケンサーのデータももちろんそれを表示することはできるんですけども、これから少し説明させていただきたいと思います。で、一つは日本の先生方から登録、提供させていただくデータが、残念ながら今一つあまり増えてこないということもありますけども、文献データ、文献情報から、丹念にですね、人の目で、引っ張り出してデータを引っ張り抽出して、それをで私どものデータベースに丹念に、蓄積してきているということがあります。それからもちろんオミクスデータとの連携によって、疾患薬物応答の基準理解のため理解を促進するような、解析法もどんどん、少しずつそのデータベースの中に、搭載してくるという努力をしております。で、これ実は千人ゲノムプロジェクト、国際千人ゲノムプロジェクトで、上段はジャパニーズ日本人で、下段は、ヨーロッパ系の集団の、変異の密度だけ書いて、種類というよりも密度だけ書いてあるんですが、いろんなゲノムの領域で結構違ってる、違いもあるということが分かるかと思います。これがやはり日本人を中心に体系化したデータベースが必要であるという一つの非常に分かりやすい理由だと思います。ということで、私どもがこれまでに
構築してきたデータベースが、この下にあるものが、GWAS、ジェノムワイドなアソシエーションスタディですね。スイップを用いた GWAS に対応するデータベース。それから上の2つがシーケンシングをベースにして、最近ですともう次世代シーケンサーから出てくるシーケンスを基本にしたデータベースということになります。順番に少しずつ、その前に1つ、紹介し、あの触れておきたいのは、データベースです。データベースで、しかも人のデータベースでありますので、どうしてもこのデータベースの構造が二重になり、二段になります。内部用のデータベースには個人のデータ、個人ごとのデータが、と非常に生のデータも搭載してある、蓄積しているという状態です。ただし個人ごとのデータっていうのは必ずしもそのままオープンにしてはいけないということでございますので、その頻度あるいは統計値に、統計分析結果の部分は外のデータ、こちらの公開用のデータベースに載せて、移して、そしてどこからでも、どなたでも見れるという形にしています。一方、個人ごとのデータというのは一定の、書類を作成していただいて、データ利用申請をしていただいて、委員会で検討した後、そのデータをお渡しする、研究者にお渡しするという形をとります。で、標準数に、これからいくつかそのデータベース、簡単にご紹介してます、まいりますけども、標準スニップデータベースというのは 言うまでもなくスニップですが、いろいろなタイプの、いろいろなアレイ、スニップアレイを使ったデータを今どんどん載せていると、少しずつ着実に載せているということです。例えば、これはファーマスニップコンソーシアムですかね、ファーマコジェノミクスコンソーシアム、あるいは今、東北メディカルメガバンクから NBDC に登録されたデータベースも載せる、搭載する、今プロセスを準備をしているという状態です。頻度とかさまざまな統計学、集団言学的なパラメーターを一通りこういった表示でですね、見ていただくということができるようになっています。で、それを用いたジェノムワイドアソシエーションスタディ GWAS の結果ですが、こういった数のスタディが内部に、公開を待っている場合、それから公開すでにされている場合というのがあります。少しずつ増えておるんですが、この数はまだまだ欧米に比べて小さいというのが正直な状況です。表示としては、とにかく私どもの目指しているのは、なるべく見やすい表示ということで、例えばこの俯瞰ゲノム全体、染色体上のどういった位置に強い関連があるかというのを、この色の色分けして表示すると、そしてそういう、カラムを、そこをクリックすると、拡大図が出るし、テーブルも表示することができると。で、これはマンハッタン図ですね。そういった、表示して見て分かりやすいというものを目指しております。で、領域についてもう少し詳しく、先ほどのあるブロックをクリックしていただくと、こういう P1 とかですね、オズレーションがその領域ごとに表示されるし、エクソイントの構造やコピーナンバーバリエーション、これはですね、そういったデータ、連鎖傾向のデータというものも、こういうメニューの中から選んでいただければ、表示できるという形になりました。それからこういうエピスタティックな関係の解析するソフトウェアも、この研究班の中で開発して、それを利用できる形にしております。比較機能、いくつかのプロジェクトが進んだときに、それぞれの結果を縦に比較してみるというような機能も
も持っておりますし、他のデータベース、他のデータベース、この場合はアンサンブルですね、のデータベースと、まあ、を呼び出して一緒に表示するといった機能も備えております。これは CNV を用いたものですが、ゲノムワイドな、左側がですね、健常者の CNV の解析結果です。CNV の解析法というのは、いくつかのアルゴリズムといいますか、ソフトウェアがありまして、結構そのソフトウェアによって結果が違うものですから、縦に何種類か色を変えてですね、何種類かの異なるソフトウェアで推定した結果を見れるようにしております。で、まだ疾患の数はたった1種類なんですけども、CNV をゲノム全体に探索して、アソシエーションスタディした、そういった結果も表示、まあ見ていただけるような、そういう、まあ機能を作っております。ここから先はシーケンスをベースにしたものです。まあ、ヒューマンバリエーションデータベースというふうに申してます、呼んでおりますけども、基本的な作り、これトップページは、まあ、遺伝子とか疾患とか、まあ、いろんなことで、メニューを選んでいただくわけですけども、基本的にはその実はこれはシーケンス、もちろんクリックするとシーケンスが出てくると、塩基配列が出てくるという形で、リファレンスのゲノムが何種類か、まあ、千人ゲノムのシーケンスだったり、日本人の、実際日本のグループによる、私たち自身のグループ、これは菅野先生との共同研究で得られたシーケンスとか、そういったものも、表示されております。まあ、こういったものは、マイクロ RNA その他情報というのは、まあ、こういう表示を見たいというメニューを選んでいただいて表記するという表示するということになります。でいくつかこれ、まあ、なかなか細かいので見づらいんですけども、こういうゲノムの配列の中でこういうちょっと小さくこう縦に入っているのが変異のあるところですね。もっと拡大するともちろん A か T か G か C か分かるようになっているんですが、そして頻度データもいくつかのスタディでどういう頻度になっているか、あるいはいろんな疾患関連研究でどういう頻度になっているか、PHR、PH、それからオズレーション、オズ比、こういったものが表記できるようになっています。がんにつきましてはもちろんご存知のように体細胞の突然変異が猛烈な勢いでデータが出ています。ドライバー遺伝子のドライバー人のミューテーションがいっぱい出ているわけですけども、基本的に私たちのデータベースはどちらかというとそのジャームラインの方を中心にして、まあ、全くソマティックなミューテーションを入れないわけではないんですけど、原則はもう、ジャームラインのデータ、バリエーション、要するにもともとの遺伝的な素因としてあるがんになりやすい、なりにくい、そういった特徴を、まあ、搭載している、見ることができる、そういうデータベースになっております。それから、まあ、これも同じようなところですけども、実際にその疾患関連のデータ、どういう変異があって、どういう関連のデータがある、あるいは、ですね、あるいは実際に NGS の解析データもこういったところからどういう、まあ、プラットフォームを使っているか、こういったことも表示できるような形になっております。さらにトランスポートの挿入検出パイプライン、こういった、まあ、独自 の、 そのソフトウェアを開発して、それからそれを搭載する、まあ、データベースに、新しい機能として付加する、こういった試みもしております。それからこのタンパクのネットワーク、タンパク質相互作用ネットワークの上に疾患を情報を投影すると また新たなヒントが得られるというようなことも期待しまして、こういった機能ソフトウェアも搭載したり、あるいはこれは菅野先生、菅野先生のチームで開発していただいたパスウェイビューアー、こういうソフトウェア
をいただいてですね、私たちのこのデータベースでも、まあ、見ていただける、そういうふうに、まあ、そういうようなことも行っております。でこれはいくつかの疾患をまとめて、ゲノムのどういった染色体のどういった領域にどういった、まあ、疾患関連変異があるかというのを、まあ、一望するといいますか、俯瞰する図でありますけれども、その中で例えば関節リウマチなら関節リウマチだけ選んで、これだけ、ゲノム上に、このデータベースの中で登録されている疾患関連変異が、多型あるいは変異があるということを見ることができるわけです。一例、やはりシーケンス、これはもうもちろんこのとても ATGC 表記できませんが、シーケンスとかアライン、ホモロジー検査、あるいは HLA、 意外とですね、全ゲノム配列あるいはエクソム配列から HLA のタイプを推定するのもなかなか難しい作業なんです。このソフト開発を井上先生のうちに、されて、そのツールも搭載しているというようなことです。で今後は当然そのいろいろなデータをさらにいただくっていう、提供していただくということも大事ですし、 RDF 対応で他のデータベースとの連携も非常に良くするという必要がありますし、例えばオミクスで菅野先生のチームのオミクスデータとの連携をより良くするといったことで、より皆さんに使っていただけるデータベースにしたいと、あるいは海外の関連するデータベースとの連携も図りたいというふうに考えております。今どのくらい右側にどのくらいのデータがあるかと、ではい、すいません、時間ですね。文献のデータをとにかく着実に増やしてる、我々のできる努力としてそういったことをしております。それからデータとしては、その完全にオープンできるデータと、やはり手続きを経て提供できるデータがあるということで、はい、以上です。どうもありがとうございました。